じゃあ電池切れてチクイがトイレ行ったんで、まあ続きをやるけど、なんでこれ映ってない、さっき俺が言ってたのは、要するに日本というのは現実を見ないで、アニメとかもすごい魔法使いのなんかなんとかのこととか、新海誠とか風景を極端に美化して映すじゃん。あれってのは日本的ロマン主義の流れだと思ってて、本来みすばらしい自分たちを映像とかアニメを通して美化したりすることによってなんか正当化するみたいな、つまり虚構で現実を見ないで済ますような態度というのがすごい発達してると思ってて、うん、まあその点どうですか。信じる、お前を信じる。まあそれはそうなのかもしれない、うん、そういう藤田さんの知見は非常に参考になる、うん、今藤田さんが非常にいいこと言いましたね。やっぱり日本人のね、そういう感覚があるんでしょうね、日本人の 美意識みたいな中に。だから本来それは西洋と比べちゃったらみすぼらしいということを知ってるからなんじゃないかと思うんだよね。やっぱ安田芳郎とか完全にそういう感じなんだよ。でその中でリアルを見つけ出すことに非常に困難を覚えるというところが藤田さんの問題しかないんだけど、リアルってのは俺らの体とかこの貧しい生活とかなわけじゃん。まあ身長低いとかね、うん、ブサイクとかさ、もみあげが長いとかさ、リアルはね、リアルは見にくいよ、リアルは見にくいよ。リアルな女の漫画は見にくいっていう話と一緒でしょ。いやそれは俺はそこまで言わないけど、意外とリアルって嫌なもんじゃん、完全に。リアルは見にくいよ。だからさ、なのに彼らがリアルという言葉である種の超越性を表彰するのはなぜかということを考えてるんですよ、僕は。あ、何、リアルという言葉で超越性が表彰されてる。だから現実界的なリアルと、その我々のこの周りの物質、さ、なんか現象界みたいなリアルと違うわけでしょ、多分。なんか、あ、わかんない、その辺のリアル概念に対する議論は私は全然、彼らが求めてるんだけど。じゃあなんでさ、あいつら2チャンネルはさ、リアルさをネットに求めんの。だって本当にリアルが欲しいんだったらさ、自分の周りとか見てりゃいいじゃん。だって本音と建前で生きてる企業の人間からすると、もしかしたらリアルに見える部分もあるんじゃないの。いやだから、そう、建前という技術がやっぱ発達しちゃってるからでしょ、それは。もう発達しちゃってるのかどうか分かんない。でもさ、どう考えても2チャンネルはリアルじゃなくて文字でしょ、象徴会でしょ、あれは。やっぱり現実とリアルの問題っていうのは非常に今議論されてて、王様氏の不可能性の時代でも現実とリアルの問題が扱ってあるし、東博くんのゲーム的レースの誕生でも現実とリアルの問題、あ、現実と虚構の問題なんですよ、うん、王様氏も東博くんも同時期に現実と虚構の問題を扱っている。で、今現代人は、我々は王様氏が不可能性の時代で言ったように暴力的なリアルを求めているっていう傾向がある。人を殺すとか、うん、そういう、そうですね、原理主義者が代表するような、 9.11 が代表するようなスカイクローラみたいな暴力的な。スカイクローラってのは、なるほど、なるほど、そのレアさんの知見は非常に。だスカイクローラってのはさ、そのつまり人々が現実界を必要とするから、その犠牲になるために何回も生き返らされて戦争をさせられて、実際の死を意識させるために戦争をさせられてるエンターテインメントとしてもあれなわけじゃん。はい、だからそれの辺、そういうことなんだと思う。じゃあその暴力的なリアルに対して藤田さんはどう思うの。そんなのリアルじゃねえよ、もっとリアルな世界で生きてみるよってことを言いたいの。それこそ臭いホームレスを相手にしてみるよってことを言いたいの。だから現実はリアルじゃないんだよ、そもそも彼らにとって。彼らの藤田さんにとってはどうなの。藤田さんにとっての現実とかリアルってどこにあるの。ないんじゃないの。わかんない、女とのセックスの中にあるの。ないよ、多分どれも。じゃあ何、それは藤田さんはその現実的なものをなんか接触できない超越的なものとみなしてるっていうこと。多分さ、あのそれこそ感動のもの自体の話だよ。セックスもさ、感触とかさ、そういう問題もあるけどさ、それってさ、やっぱりさ、俺の欲望がフィクションの上で駆り立てられて、なんかある種の文化装置によって駆り立てられた上で欲望が作られてるわけです。まあ有限、性的有限論みたいな話だけどさ、でその射精すらさ、なんかフィクションじゃねえかって気がすごいするんだよ俺。あ、何何何、射精した時なんか、俺チンコ出てる、チンコから白いものが出てる、俺が微妙に現実感がないっていうこと。出てるけど、うん、あのさ、物理的に射精するだけだったら何の興奮もなくできるんだよ。あ、興奮もなくできる。でもさ、興奮なく射精した時に感じるリアルと、なんか妄想とかかきたてられてすごいわーってやった時のリアルってのはやっぱ違うわけじゃん。あー、つまりなんか射精でもいい射精と悪い射精があるってこと、うん、つまりさ、それは物理的射精という意味ではどっちもリアルじゃん、うん、でも俺がリアルだという錯覚を生じてしまうのはやっぱフィクションを通してからの方なんだよ。うん、
よくわかんない。その回路が複雑なんで、ダルクさんわかる？今やってることは。現実とリアルと虚構の問題で、その藤田さんっていうのが見せられてるのはリアルと虚構の境界線上に藤田さんは見せられてるっていうのは一貫してますよね。いや、見せられてるというか、それを求める。いや、現実か嘘かなんてわからないのが当たり前じゃないと思ってて、例えば、はい、これ今この瞬間が夢じゃないかってどうやっても証明できないでしょ。そうですね、超の夢ですね。藤田さんの問題意識はやっぱ一貫してると思いますよ。ゼロアカのね、自重予約読んでても、そのね、現実と虚構の問題っていうのを、声優流水だったり、あ、そうだね、はい、なんか性の良子、性の良子、性の良子からだったり、あとは土屋スカからだったり、舞城太郎からだったり、そこから現実と虚構の問題を抽出してるじゃないですか。まあそれしか考えてないよね最近ね。藤田さんの問題意識はやっぱね一貫してて、僕はね藤田さんを認めますよ。一貫して、いやいや、一貫してるだけで認めちゃダメだよ。もうちょっと内容とかで認めようよ。それは一貫してるだけだったら変な妄想パラノイアの人とか一生一貫してるから、うん、まあでも藤田さんの問題意識は面白いですよ。その現実と虚構の問題ですよね。ラルクさんは現実は何だと思ってんの？つまり2チャンネルに書き込んでるあの答え本は現実なの？あれは、それはテイクドキュメンタリーですよね。で、じゃあ本当のラルクさんっているの？この俺のとと対面してるこのラルクっていうのは、多分2チャンネルは今映像として見てるけど、これはリアルなの？リアル、どれがリアルなんでしょうかね。それは本当に難しいですよね。でもさ、世間では君は普通に生きてるわけだよね。つまり行政とかとやり取りとかするわけだよね、学校とかと。その場合結構建前で生きてるってわけじゃん。建前の君とその2チャンネルに書き込んでる君、どっちがリアルと感じるの？僕のリアリティはやっぱり家で一人でソナにしてるとき、本読んでるときですかね。何の本？王様節と東博樹ですよね。でもやっぱり、でも本というのはリアルじゃないでしょ。症状会でしょ、あれは。でもその読んでるときに唯一自分を実感できる、自分でゆっくり考えてられる時間なんで。いやー、僕ね、リアルが何かね、わからないよ。俺の意見だよそれ。カッパクったよ本当に。話聞いてて今思ったんだけど、本気で嘘をついてる時かもしれないなっていう話を思って。今のラルクは、違う、あの、私にとってリアルを感じる時はどういう時かということで、うん、100% あなたに嘘だと分かってるかもしれないけれども、 100% 私はあなたに対してこの本気の嘘をつきます、この本気の嘘だと思ってるかもしれないけど、あなたはこの本気の嘘として受け止めてくださいって思ってる時が一番リアルを感じるかもしれない。これは仕事をしてる人間なので、あの、仕事をするときって、なんかこう、うち漫画編集なので、うん、漫画が非常にクソな原稿を上げてくることがたまにあるんですけれども、でもこの原稿素晴らしいですよ、ここもうちょっとこうしてくださいっていうとき、それやっぱり本気で言わないといけないと思ってし、じゃあスリリングさみたいなこと、それは違う、全然違う、本気さってこと、自分の本気で嘘つきます、本気で嘘ついてるときがリアルなの、それ不思議だね、うん、そんな気がする私、うん、でもちょっとうまく、酔っ払ってからうまく原稿化できないんだけれども、うん、これどっかちゃんとまとめます、うん、ただ今私ちょパッとしてそういう風に思った、ラジオに対しては一生嘘をつけ続けてもいいって思うぐらいに本気な嘘をつくこと、それがリアルなんだ。藤田さんとね、僕がリアルが何かわからないっていう問題はね、はい、非常に